日本人のセンス感覚を取り戻してほしいとシリーズで始まりました青山恵子日本の歌教室。この企画は今回が最終回となります。歌にまつわる作者の人生や歌の歌詞から当時の歴史を感じさせるその会話も秀逸であると評判を呼び、11月には青山先生のリサイタルが開催されることになりました。日本語の発音一つ一つにこだわる歌声の美しさをぜひ生で味わってください。さて今回は日本の風土と題しまして、春夏秋冬の四季が織りなす豊かな自然が育んだ名曲を披露してくださいます。最後は華やかに締めくくりたいと青山先生の生徒の一人であるソプラノ歌手の高野恵さんが駆けつけてくださいましたので、豪華な二重唱でお楽しみください。伴奏は独自のアレンジに定評のあるエレクトーン演奏家の長谷川幹人さんです。それでは青山恵子日本の歌教室、早速始めます。本当に残念ながらね、今週が最後ってことになって、はい、僕も寂しいんですけど、はい、この花ね、はい、北海道にも花はあるんですよね、はい、別に春夏秋冬雪降ってるわけじゃなくて、僕がね、なんとか人生持ったのはね、最初の記憶がね、三島由紀夫にも花盛りの森ってあるけども、本当に北国の春ってすごいんですよね、はい、あらゆる花が一斉に咲くんです。5月末から6月にかけてね、はい、その札幌郊外の花盛りの中をね、親父が建てたっていうか、貧しい家だけど、まあ一応新築、そこに行く時が花盛りの中を通って馬車でね、うん、それよく覚えてるんですよね。北原白信なんかそんなのありますけど ね、この道はいつか、ね、僕はなんとかね、うん、気分がなんかうつ病あまり発症せずに済んだのはあの花のおかげかなと思ったんだけど、なるほど、うん、今日は高野さんもご一緒に、はい、
ありがとうございます。先生方は一体花の最初の記憶っていつ頃ですか？歌ばっかり歌ってたから花なんか見てなかったんじゃない？咲いてる花ですね。歌の花ではなくてですね。もうそれは私も田舎の方で育ってますから、はい、もうよちよち歩きから花は身近にありますし、うん、鳥の声もよく聞いてますし、はい、僕ね一般にあの花鳥風月っていうんですけどね、はい、花え鳥風月、僕そういうのねどちらかというと本当は苦手なはずなんですよ。例えばね、はい、工場の月なんか前に歌ってくださったけど、はい、おかじを置いたのね、それを歌いながらもなんかこう歴史が入ってくるでしょ、うん、荒れ果てたね、城のね、ああいうのは好きなんだけども、しかしそれ言いたいんじゃないんですよ、うん、本当に日本列島ってのは美しかったようですね。今も世界で比べれば一番美しいんでしょうけどね、明治が終わる頃まではね外国人がそう言ってるんですよね、うん、こんな美しいの列島があるのか、特にね日本の桜は素晴らしいです、はい、この花もね、あの隅田川の花がテーマですから、うん、これ先生あの私たち日本歌曲を高野さんも勉強してますけれども、はい、その芸術的な日本歌曲の第1号というふうに言われてるんですね、この花という歌がね、これ作られたの1900年で、明治だと33年、滝廉太郎が作りましたけれども、うん、その当時の唱歌はあの外国のメロディーに、あーそうか、あの日本の言葉を当てはめて、それで学校で教えたっていう時代なので、やっぱり日本人の作曲が作った日本の本当の歌を欲しいというふうな要望がこう出てきてる時に、もう滝廉太郎がいち早く自分で、この曲は歌曲集四季っていうあのタイトルがありまして、それでまあ春夏秋冬のそれぞれの景色の情景を描いた歌で、これが1曲目なんですね。で元々花盛りっていう曲だったんですけども、それをまあ花というふうにして出版されて、でも結構滝廉太郎の意気込みはすごくてですね、その楽譜の初版本に教育で使われている唱歌っていうのは あまり質の高いものがないと、もう自分は日本人の詩による自分の曲でこれから日本歌曲の発展に貢献したいというふうなすごい強い思いがあってこれを作られたんですね。それで20章で最初から作られているんです。女性合唱でもやりますけど、合唱曲のこれも日本で初めてなんですって。それでまあもともと20章合唱曲ですから、高野さんも呼びしましてですね、はい、来てもらいました。朝廷長い包みですね、土手ね、土手ですね、本当美しかったみたい、うん、隅田川が、今なんか行ったって水は流れてますけど、はい、両脇もう全部ビルでしょ。そうですね、近代を呪ってるわけじゃないですけど、100年前に戻ってくれって。そうですよね、この竹島羽衣さんの石碑は隅田公園にあるんですよね、花碑が琴戸橋の近くですけど、わざわざまたこう花を植えたような感じで昔と違うと思うんですけれども、この詩がやっぱり面白くてですね、素晴らしくて、まあ、国文学者でいらっしゃるので、その古典のものをさりげなく、あそうみたいですね、撮ってるんです。例えば春のうららのとか、それから貝の雫もっていうのは、うん、源氏物語のその胡蝶の巻の中の女房たちが船遊びをしているところでこう歌われていた歌で、春の日のうららに刺して行く船の竿の雫も花そう散りけるっていうところからふっとなんとなくこう取られている、うんうん、桜とか柳錦という言葉もたくさん出てきますけれども、蘇生法師が錦といえば秋だと、ね、秋のまあ、もみじ、それを春の錦とは何度やとこう考えて、そして山に登って都を見下ろすと、平安京をこう見下ろすた時に、その春のこう透き通るような柳のグリーンですね、緑と、うん、それから淡いピンクの花びら、これがこう、はい、うまくこう織りなしてて、何とも言えない見事な美しさだったので、あこれが春の錦だっていうふうにしてこう読まれたのが、見渡せば柳桜をこき混ぜて都ぞ春の錦なりけると、これも取られてると、はい、最後の3番ね、下に一刻も千金のってこう滝廉太郎そこでフォルテにするんですよ。そうとみんなで気合いでそこで下に一刻ので歌ってるんですけれども、それはもうあの中国のその漢詩の中から春宵一刻値千金っていうのが、うん、そこからこう取られて、ね、そういうのをこう見てみると、さすが竹島羽衣さん、うん、素晴らしいなと。国文学者か。そうですね、素晴らしいですね。源氏物語でいうと1000年前とね、うん、
この頃明治の何かこうそんなに遠くないような、例えば風景で言うとね、そういうふうに感じさせるものがずっと残ってたんですよね。そうですね、あれから100年以上経ちましたからね。もうそうですね、これなんかアメリカのねニューヨークの外れかなって感じになってますけど、昔はずっと続いてたんでしょうね。大きく変化しないですからね、うん、国がね、はい、隅田川もね変わってしまったけれども、うん、でもまあこれを作られた明治時代はまだまだ美しくて、そうですね、中島五郎さんがこの隅田川を見て東京の信徒ですね、都が東京に来ると、そしてその東京の春の錦は隅田川のこの鈴朝廷ですね、墨堤にありっていう感じで新しく作り直すと、なんかすごくつながってるような気がして、なんか改めてこう感心しながらね歌わなきゃいけないなと思います。
先生のこの番組のおかげで時々調べ場になるんです私今回すごく嬉しいことがありましてね、美しき天然と思って調べてるんですけど、うん、時々麗しき天然っていうふうにカッコして書いてあるのがありましてね、あれ麗しきって読むのかなと思って、これは佐世保の海軍の軍楽隊長その田中穂積さんが作られた曲、佐世保にその女学校ができると、うん、でそれでまあ教材も何もないので当時その文学大賞をやってらした田中さんに女子学生でも歌える曲を作ってほしいということで、まあ、作られた曲で、佐世保女学校はもうないから今のその佐世保北高校っていうふうになってるんですね、うん、そこにお電話したんですよ、うん、そしたらやっぱ先生方分からなくて、で音楽の先生なら分かるかもって言ってお昼休みにまたかけたんですけどね、そしたらお忙しくて捕まらなくて、でその時にあ佐世保区役所と思い浮かびました。先生歌手にならずに学者になるで前にねお手もやんを調べたくて、はい、熊本市役所に電話したんですね、そしたら観光課からどさっとお手もやんについての資料が送ってきたので、はい、区役所はいいかもと思って佐世保区役所に電話しました。そしたら自分はわからないけれども観光課にちょっと聞いてみますって言って、その美しきか麗しきかということでちょっとお待ちくださいということで電話を持ってたら、そしたら電話の待ち受け音楽がタラリララリララで流れるんですよ。と思ってしばらく楽しんで聞いてました。それで聞いてきてくださった。そしたら竹島羽衣さんは麗しき天然で詩を作ってらして、田中穂積さんは美しき天然で作曲されているので、どちらで見るかで両方とも間違っていませんって言ってくださって、ああこれはいいこと聞いたと思って、これは今回大収穫ですね堂々と言えます麗しきの方が僕は好きだな、そうですね、素敵ですね。その区役所の方に待ち受けの音楽が美しき天然ですねって言ったら、えそうなんですかまたそこで人笑いしそりゃそうよね。先生ご存知のようにこれはね、例えばサーカスの呼び込みのね、はい、タン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 、うん、僕は知らないけど言われてますよね。ちんどん屋さんもね、ちんどん屋さん、はい、このね美しき天然の夜なぬき短音階、タラリララリラ、あと三拍子がそのズンチャチャジンタのリズムでね、うん、これが物悲しいんですよ、でもまあ今回高野さんもお呼びしまして、その佐世保女学校の時代のこの女学生たちが歌う、はい、最後の終わり方も何ていうのか知りませんけど、タラララララとこの落ちるのも面白いですね、そうなんですよね、これね三拍子でね、またこれ調べると先生どんどん広がっていくんですけど三拍子には2つありまして、西洋から入ってきた三拍子というのが 1,2,3 の3の方から入る 1,2,3,1,2,3,1,2,3 っていうワルツのような形を取るんですけれども、もう一つの種類の方が朝鮮半島の方から入ってきたのがズンチャッチャズンチャッチャという1に趣を置いたリズムになったそうで、それを作曲者が採用されているという、ね、うん、やっぱヨーロッパのってこう1,2,3,1 指揮する時もね3に気をつけるので、やっぱ回転をするっていう意味だねワルツがね、そうそう、でも日本に特に入ってくると農耕民族ですから地べたにズンチャって沈みますね。これが何とも言えないね、このサーカスの呼び声とかとてもその女学校の人たちが大好きで、随分佐世保では親しんで歌われてたそうですね。最後に今度リサイタルはどこでやられるんですか、はいはい、この番組を見てくださってた、はい、出雲のふるさと会っていうのがありまして、うん、元会長さんがこの番組で歌ってる歌が自分たちの世代、今85歳の中尾さんっておっしゃるんですけどねもうちょっと若いんですよ、ね、自分たちの歌えた歌ばっかり歌ってくれてとてもいいと、でこういうので、はい、ぜひリサイタルやってほしいということで、武蔵小金にお住まいなので、はい、駅前のとてもいい場所にあってそこを撮ってくださってるんですね。ちょっとトークも交えてこの番組で歌わせていただいたたくさんの歌、はい、70曲近いと思うんですけど、その中からちょっと例えばそうですね、戦争をめぐってとか、それから涼歌ですとか、童謡ですとか、はい、これからピックアップして、はいはい、進めようと思います。ここに行ってみましたか、
はい、JR の中央線武蔵小金井駅にございます小金井宮地楽器ホールの大ホールで午後2時半から開演で、チケットは2000円で全席自由席となっております。あの長谷川さんをしっかりお呼びしておりますので、よろしくお願いします、はい、楽しみにします。視聴者の皆様、武蔵小金井に行くように私が要請して、この長い番組本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。本当にたくさんの歌をいただきました。ありがとうございました。